ダブル東検証シリーズ出た。もうこれやねん、災害さん、もう嫌やねん、恒例のね、やつきましたよ。嫌やねん、毎回も。今回はね、瞬発力でございます。何瞬発力？まあ言うと、例えばまあ、なんかこう誰かとぶつかそうな時に、危ないってなった時に、グッと形変えるでしょ。はいはい。その時ってもう、火事場のクソ力が出てるわけですよ。なるほどな。それが一番この出る、その火事場のクソ力が出るのは何かっていうのを探してる。ああ、なるほど、パワー。で、その瞬発力を測るために今日こちらね、この握力系、アクちゃんとかグッて握るわけですよ。なんかされた時にグッてやったら、そうそう、だからバーンとかやったらもう、はい、今もやってないよ、俺今。今までもお前ギュッて殴られた時にグッてなってるわけですよ。なるよ、これをちょっといっぱい測ってきたんだけど。まず、僕らの見たいつもの握力、現在なんで、現在そのやるぞっていう時の握力、現在値ちょっと測ってみたいと思います。いきますね。キモっ。 56.5。 これむちゃ強いですから。あ、そうなの。そうです、平均より10キロぐらい多いんですよ。はい、右利きの、右利きなんで、右利きです。55.2。 だいたい一緒ぐらいですよ。で、僕らはもう力だけはもう強いんで。なるほど。で、これをちょっと超えるべく、いろいろ用意しましたんで。わかった。で、それで、握力どれが一番瞬発力が出るかで、はい、今から検証していきたいと思います。いきましょう。ということでね、ちんちん、なんでの、いや、知らんねん、これは。これは知らんねん。いや、この格好の必要ないやん。ね、いらんと。で、まず、最初は、たまあ、痛み部門というか、まあ、痛み部門、ケツバットをこうバッと食らって、ああ力が、うん、ぐやっていくわけですよ。なるほど。はい。で、これは、受ける側とその握る側をジャンケンで決めていく。お前がやりたいやつやれよ。あははは、ちょ、お前やれや。そんな軽々なこと言うな。俺は2人でやりたいね。そ、俺がやりたいとかじゃない、2人でやりたい。セメントセットさせろよ、お前。いったー、行こう、ジャンケンしよう。最初グッジャンケン、はいはい、こうでしょう。よし。55とかやな。55。はい、じゃあいきますね。出た、なんぼ52。あかんて、お前出ていったえぐ出ていいよ、お前。いや、違うのよ。出せよ、お前。全神経ケツに行くね。いったちょ、マジで痛いよ、お前これ。痛みはあかんかったよな。絶対あかん。いやー、ビリビリボールペンってことで、ビリ嫌やね。電気なんか言うとね、感電した人って絶対カッてなるでしょ。なるなる、離れへんって言うて、それが一番いいんちゃうかな。ほんま怖いよ、苦手なの、うん、いや俺ほんま電気風呂とかもダメなんですよ。何やすん知らんわ全然ちゃう。いきます。はい、自分のタイミングで。ちょっと怖い怖い怖い、これ怖い、俺ほんまに。レクがビビってんのいらんから、もう怖っ。はい、上の場じゃないやん。上の場じゃないやん。46。おい、増えるわけないやん。じゃあほなやってみよ。それ信じひんから。ほんなら2人でこの手握ってさ、何なの、どうだよ、なんかしよう。どういうこと。だから、で、せーので、お前も俺も一緒に押したら、ビュルビュルビュル、おっきい電気が流れてバーンって、もうこれ尺くれてんねん。これいこう、これいこう。お前がいいや、ここで終わる可能性あるって。何がいいの、ここで、ここだけで終わる。それはね、人間電気流れんねんから。行くよ、もっと恋人つなぎして。なんだお前、ほな行くよ。え、こっちもこっちもいるの。そうや、お前俺4本くれへん、今日ウィーン。じゃあそしたらこうし、お前下側の方や、行け、行きま、行くよ、うん、せーの、あー、なんだお前。なんだ、次行こう、改めて行こう。あんな改めて行こう。嫌いよ、こいつ。次行きます、出ません。